SNS で、リューチェル誹謗中傷してた奴ら。リューチェルが自丸して、これで満足かお前らが知ってたことはスマホで活躍で,できるストレス発散じゃねえサツマルだえー、コースです。ちょっとね、今日はですね、非常に悲しいニュース。まあ、昨日飛び込んできたんですけれどもね、こちら、リューチェルがですね、まさかお亡くなりになってしまいまして、まあ、それも、まあ、自丸ということで、ほんと昨日はショックすびきてびっくりして、なんでっていう、 まあ YouTube とか結構動画結構上げてたと思うんですけれども SNS とかでね。でメディアでも結構露出してて。まあカメラ回ってる時とか人前で喋ってる時は全然そういう病んでるっていうのはもう未塵にも見せてなかったんですけれどもね。やっぱりこういう人が急に行ってしまうんですよね。日頃からね。 俺死ぬよ、すぐ死ぬ、すぐ死ぬ、すぐ死ぬ言ってる奴っていうのはね、なかなか死なないんですよね。こういう元気な、なんでっていう人がね、急に、えー、自ら命を絶っちゃうのがね、多すぎるんですよね。その後やっぱ問題になってんのが、リューチェルのジマルが何が原因かっていうと、やっぱり SNS なんですよね。SNS で中傷してね、自分のストレス発散のために、好き勝手ね、言ってた無責任な奴らのせいなんですよ、これはね。で、亡くなって、一部へ。 誹謗重症した人がコメント投稿やアカウントを削除するってね、こいつらはね、人の心が通ってないよ。満足か。自分がやりきって、自分がリューチェルをね、顔を見せずに、スマホ一つで意識勝手なことストレス発散して、それでリューチェルがこういうことになって、逃げるなよ。お前らが行き着くとこまで行き着いたんだからよかったじゃねえかよ。それを何ビビって逃げてんだよ。やりすぎちゃったじゃねえんだよ。ほんとね、お前らがよって話ですよね。 SNS で誹謗中傷してる。なんでリューチェルが死なないといけないんだよ。お前らが死ぬって話ですから。この誹謗中傷のアカウントする人が亡くなったことを受けて、バカみたいに消してんのね。で、これに対してネット上では、ね、今の時代匿名だから何をやってもいいなんて通用しねえよと。匿名なんてないんだよね。匿名ってもうやめた方がいいってそろそろ。いい加減学んでほしいんだよね。あの、やっぱツイッターが諸学の根源ですよ。ツイッターが亡くなればリューチェルがこんなことすることはなかったんですからね。心ない誹謗中傷がたくさんあったことでしょう。ツイッターで誹謗中傷した、 ネット弁慶たちが必死にツイート削除。どんな気持ちで削除してるんでしょうね、と。うん。どうでもいいわ。こんな奴ら。こんな奴らなんで時間を割かないといけないんだ。SNS で誹謗中傷書いてる人、急いで削除してるけども遅いよ。人前で出る仕事や立場の人は誹謗中傷されても当たり前でしょ、みたいな考え方間違ってる。うん。 コメント削除してるやつだったら最初からやるなよ。っていうことでね、ちょっとツイッターの方でね、リューチェルを追い詰めたのはこの人らしいっていうのが出てきて、で本人が亡くなってアカウント消した模様ということでね、まあ、たくさんいるとは思うんですけどね。えー、まあ、めちゃくちゃいると思う。あとね、まあ度合いがあると思うんですよ。レベルね。ほんとひどいレベル。誹謗中傷度のレベルがあって、まあ、この梅ニーヤカッコマンっていうね、リューチェル。 ペコに自分の子供を産ませて、世話もさせて自分はさっさと子供とペコから離れて、ペコにそっくりな見た目になってんの。なんかそういうえぐい生態の生き物みたいで怖いということでね。何様なんだろうね。毎回思うんだけど、ネットで、あの YouTube のコメントでも毎回あんだけどね、バカみたいなアイコンでね、てめえの顔じゃねえしね。 偉そうに上から目線で行ってくるクズみたいなやつ。うちのチャンネルにもね、前いるけどね、そんなやつ、何様なのマジで。多分、カスみたいな人生しか送ってこなかったやつだと思うんですけれども。だって、ちゃんと自分がやりたいことやって成功して満足してる人っていうのは、そんなこと普通にコメント欄とかね、あの、ツイートでも言わないから、こいつは自分の人生が失敗してうまくいかないから、何か他のものにあたってストレスを発散してるんでしょうけど、で、結局こうなって、こいつは逃亡したと。 多分子供なんじゃねえかなと思うんだけどね。あの若者。もうこういう奴らどんどん特定してて駆逐して責任取らせるべき一人一人。まあ調べればいくらでもあるんですよね。こういうリューチェルにひどいこと言ってたアカウントみたいなまとめてるサイトとかも結構あったから、まあ多分キリはないんでしょうけど、満足かって、お前ら言いたいですね。本当に。もう嫌ですね。やっぱり Twitter って本当に必要なのかねって、情報を取る ためだけだったらいいけど、誹謗中傷、ちょっとでもそういうような絡むコ,コメントはね、もう全部投稿できないようにシステムでするべきだし、結局、昔、2ちゃんの延長なんですよね。えー、匿名を武器に言いたいこと言って、で、有名人だから、とかね、芸能人だから、メンタル強いでしょうなわけないの。同じ人間だからね、そんなもんはね。で、こいつらは、匿名性を重ねに来てね、絶対自分は攻撃されないように、自分の片鱗は見せないように、頑張って、できるだけ自分の情報は入れないように、 で自分の情報を出さなければ叩かれないから。だってその人とかどういう人か分からないから。顔も分かんないし、どういう職業か、年齢も分かんないけど叩きようがないから。でこいつらってのは、ただな、バカみたいなアイコンとね、バカみたいな名前つけて、言いたいこと言ってるだけだから。そりゃ楽ですわな、こんな奴らで。それで結局さ、死んでる人いるんだからさ、もういい加減やめようよ、こういうの、本当に。本当許せないね。 マジで。ということでね、リューチェルのね、ご冥福を本当に心よりお祈り申し上げております。ということでね、本日は、えー、まあ、暗い話なんですけれどもね、ちょっと、あの、これだけは本当に言いたかったです。マジで。ちょ、こういう形でね、えー、のニュース、えー、こうちょっと語っておりますので、えー、よろしければ、嫌いじゃないっていう方いらっしゃいましたら、ちょ、ぜひチャンネル登録していただければ非常に嬉しいです。では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。